皆さんこんにちは。 Be Yourself 代表の岩下浩一と申します。今回は私の自己紹介を私の経験を踏まえながらここでお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。タイトルは会社員が劇団四季俳優に転職して学んだことというものです。では少し簡単に私のプロフィールをご紹介しましょう。まず最初に私は新卒で NTT 日本電信電話株式会社に入りました。ここで3年目から人事に行き、4年目から本社の人事部で勤務をします。その後 NTT コミュニケーションズというところに移りました。これは1999年に NTT の分割再編というものがありまして、そこで NTT コミュニケーションズの人事部の立ち上げスタッフとして移動することになりました。その後なんですが、ちょっと変わったところ、劇団四季に転職をすることになります。ここで足掛け4年ぐらいですかね、活動しまして、またその後にビジネスの世界に戻り、人事のコンサルティング会社で10年ほど働いたことになります。その後独立して現在は Be Yourself という事務所で、こういった形で皆さんへの話し方ですとか、あるいはコミュニケーションみたいなことのコンサルティングや講演、研修、また人事のコンサルティングというようなことをやっています。で、何といってもこの中で皆さん劇団四季というところに興味を持たれるので、今日はこの経験を中心にお話をしたいと思います。そもそも私は最初劇団四季に行こうですとか、ミュージカル俳優になろうですとか、そういうことを確固たる意思で思っていたわけでは実はなかったんですね。